少しでも上の順位に優勝したいな。特別な大会、全力を尽くしていきます。そのまま U18 に上がってプレーしたいなと思ってるんですけど、中卒でプロになりたいなと思います。育成と、まあ、強化と普及と、そして大きな夢の舞台と、しっかり全部つなげてやっていきたいと思ってます。相手にその好きなことをさせないということをすれば優勝は狙えると思います。負けたら終わりなので、絶対負けないように本気でやります。